それでは、次が最後の曲なんですが、最後、ありがとうございます最後の曲に行く前にですね、告知をさせていただきたいと思います。最初にもお伝えしたんですが、私はこのシンガーソングライターの活動だけではなくてですね、リラというダンス&ボーカルパフォーマンスグループでも活動させていただいておりまして、福岡博多を中心に活動しているんですが、そのリラの月1回の定期ライブがですね、来月11月の26日日曜日にベイサイドライブホールというところで行われます。ぜひぜひ来ていただけると嬉しいです。ちょっと遠いですけどね、はい。そして、今日の夕方に、駅の表側の、お部屋ラボ祝祭の広場というところで、夢色ミュージックコンテストっていうのが行われるんですが、そのコンテストに出るわけではなくその、コンテストの審査中に、前回の準グランプリを獲得させていただいたので、ありがとうございます。ですので、その準グランプリ特別ステージに出演させていただきます。ぜひぜひ、夜8時頃からいたら多分できると思いますので、ぜひぜひ来ていただければと思います。それでは最後の曲聴いてください。テイクオフ。あなたのそばにいれる日はもう少ない。